不安感は、フランス北部のオードフランス地域圏の村務圏にある、コミューンの一つである。ボーブから、エリー・シュルイコールノワイエまでを、丘の川を静かに下っていくように通じている、道路 RD90 の道沿いに、建物が建てられている。コンピエーニュから、アブビルまで通ずる旧称 RN35、2018年時点では、RD935 と、 名称が変更されている道路から簡単にアクセスできる。アミアンから訪れた場合、ボーブを通り過ぎて北西に、不安管に来て、鉄道とアブる川の間にある橋を渡る。その後、道は降り、アブる川の橋に達する前に、ポツンと立っている建物を何軒か通り過ぎ、道路の両側に広がる湿地の下場合を見ながら、直角に曲がると、湿ったハーブから絶えず、運ばれてくる。 泥の汚れが放置されていて、道が泥だらけになっている。道路が鉄道を通過して2番目のカーブを曲がると、道はパリキタリール線を支える5メートル以上の斜面を登っていく。1993年にユーロスターとタリスのサービスを提供する LGV 北線の開業以来、パリキタリール線は重要性を失っている。村は二つの小さな川、非常に湿った沼地。 ノワイエ川とアブル川の合流地点近くに位置している。合流後、アブル川はアミアン自体で1 0トル以上も流れていき、アミアンでソンム川に合流する。1990年から1992年にかけてアオサギのヒナの巣が見られた。1697年3月28日に被災の住居で火事が起こり、教区の長母記録が消失した。 第一次世界大戦に出征したフランス軍人に贈られた第一次世界大戦十字勲章が1920年10月28日に展示されていた。自治体は1793年から2016年12月までソンム県のアミアン軍に属し、その後にソンム県のモンデリエ軍に移された。国会議員の選挙では2012年以降、 村武県の第二選挙区の一部となっている。コミューンとは別基準のフランスの行政単位として存在している関東制度において1793年以来、不安管は防ー関東の一部であった。フランス国内における2014年の関東再編により、不安管はエリーシュルノワイエ関東の一部に属すことになった。2001年5月11日、 不安感は県の条例で作られたバルドの y エのコミューン共同体の一員であった。1994年に創設されたバルドの y エ地区で自治体環境力の強化と簡素化に関する法律の規定に従って成立した。2015年8月7日の共和国の新たな領土組織に関する法律の条項により少なくとも1万5000人の住民が必要とする。 チップ C を準備するために2015年10月に村務県の知事は県が課税県を所管している自治体の数を28から16に削減することを目指した新しいコミューン間広域連携推進権計画のプロジェクトを提案した。知事はグランドワイエのコミューン共同体、モンディディエ関東のコミューン共同体、サンテールのコミューン共同体、 アーブル・リュス・モレーユのコミューン共同体といったコミューン共同体を列挙した後、2015年10月に人口22,440人と49のコミューンから構成される新しいコミューン共同体であるアーブル・リュス・ロワイへのコミューン共同体の設立を発表した。2016年1月には相互連絡会とコミューン間、広域行政権委員会と 地方自治体及び地方自治体協議会の好意的な意見に基づいて、東方が2016年12月22日の県の条例によって確定し、2017年1月1日に発足した。自治体としての不安感は、アーブル・デュス・ロワイへのコミューン共同体の一員となっている。住民の数の変化は、1793年以来、コミューンで実施された。 国勢調査で確認できる。2006年時点でコミュームの公式人口はフランス国立統計経済研究所によって調査年の年間記録が発行されている。国勢調査は現在年間を通した情報収集に基づいており5年間にわたってすべての地方自治体の半島を築カバーしている。住民1万人未満の自治体では 5年ごとに全人口の国勢調査調査が行われ、中間年の公式の人口は内ち挟または外装によって推定される。自治体にとっての新しい仕組みの枠組みによる最初の包括的国勢調査は2007年に実施されている。2015年には住民221人となり、2010年に比べて4.74%減少している。不安感は カトリック教会のサンドミス教区の一部である。第一次世界大戦の戦争記念施設、ありがとうございます。